今の言葉の問題は非常にね、私もいろいろと考えているわけで、私はね、やっぱり二十歳までですね、しっかりとね、日本語を勉強するっていうことは、これはもう絶対必要でね、そのいわゆるこう 文語文とか、あるいはその、まあ、日本語のあり方っていうのは、国語を、ね、徹底的にやるっていうことなんですけれども、その感性的なものをね、しっかりと身につけるっていうことがないと、いくら言葉だけをやってもダメなんですね。ですから私はやっぱり二十歳まではね、実を言うと私はあんまり外国語を別に好きじゃなかったんですね。ただね、やっていたことはやってきたわけですけれども、大体日本語の言語構造とね、英語の構造は全く違いますから、勉強してもね、すぐできこないんですよ。で、私がなぜ言葉を身につけたかっていうと、留学してからなんです。つまりね、留学するっていうことによって言語空間を変えないとね、日本のね、言語空間では絶対できないんですよ。だからアメリカに行ってやらないとアメリカ語は身につかないし、それからイギリスに行かないと英語は身につかないしですね、だからみんなそういうことをね、もし自分が英語が必要だとすれば必ず留学すると。で、しかし二十歳までの言語教育は絶対身につけるっていうね、そういうことをしないと。で、大体の今おっしゃったことは、大体インテリだけがねまずいんですよ。いい加減ない、こう分かったと称してるけど、ちっとも分かってないくせにですね、分かったと称してやってることが問題であってね。ですから大体分からないんです。英語なんかを身につけっこないんですよ、日本語で二十歳までは。で、それ以後留学して初めてその言語空間で必要性を感じるというところから始まるわけですね。ですから、そういうことがあればね、誰も、まあ確かにね、憧れるとか憧れないとかっていう問題よりも、大体日本語を身につけるとね、英語なんては最初からわからないんです。わからないっていうよりも、その語学は皆さんがよくあるように辞書をね引いて、その単語力は、私なんか普通文化に入ったんですけどね、普通文化に入って一生懸命辞書を引いて単語力を広めるわけね。で、まあだからあとはね、能力の問題なんですよね。で、私はだから東大に入って西洋を勉強しようと、まあそういう意識があったから、まあ、一応そのラテン語とかね、まあ、他の語学をできる限りやるようにしたわけですが、結局実際とフランス語だってできないんですよ。だから私はもう何て言ってもね、フランス語普通文化は出たんですけども、結局外国行って初めてあれするわけね。ですから今外国に行って初めて勉強する分かるということが、そうなっても必要ならばやるべきだと思うんですね。でもそれ以外だったら別に日本でね、一番愚なのは英語をこう身につけようとすることなんですね。簡単なことなんですよ。向こうに行けばね、簡単に身につくんです。なぜかというと必要だから。だから必要性っていうのが大事なことであって、で、そして言語の空間を作る、いくつも作るならば、私はまあ3カ国4カ国まあ留学しましたから、その空間をだいたい 2,3 年いることによって作るっていうことがね、語学のあれなんですね。でも最初の20年間は絶対に日本語と文語を徹底的にするということが大事ですね。で、今でもね、外務省のどっか大使やってた人が、発音なんか下手くそですよね。
それは何かっていうと、その能力の問題だ。あとはだから言葉の音感がいい人は覚えられるけれども、ない人は全然ダメなんで、だからそこに能力の違いが出てくるんです。ですからそういうことでね、一律にそういうなんかやるなとかやらないとかっていう必要はないと思うんですね。ただまあそういう語学能力っていうのは本来母語のね、その母国語の能力だと思うんですね。で母国語の能力があれば他の言語をやってもね、理解よりできるんだけどね。ですからまあ能力のある人はやればいいんだし、ない人はやらなくていいわけですよ。で日本でそれでやればいいわけで、ですからやっぱり、ね、能力の違いっていうのをね理解した方がいいんで、なんかみんな同じようなねことを考える必要はないと思うんですね。まあでもそれはまあ原則論であって、一般的に言えばあんまり英語できるなんて言ったって大体できないですよ。こう喋るなんて日本語でできる人はやっぱりそこになんかね外人でもいればともかくですけど、できないんですよ。私が言うんだから正しいですよ。だって語学は大好きですけどね、日本ではもうほとんど喋なかった。ですから向こう行って勉強し始めて分かるわけです。だから本当に向こうに行ってやるならやってほしいんです。で私はねフランス行った時もたくさんの植民地のやつがいて、こいつらはね早く覚えるわけですよね。そうしないと生きていけないからという。だからああいうね植民地を作ったことが問題なんですね。ですからまあ、こういうことを言うとちょっと反対に聞こえますけども、問題は植民地を作ったやつらがね悪いんですよ。で日本だけはね植民地にならなかった、これがね大事なことであって、これさえ続けるっていう意思を持つことがねやっぱり言葉の基本的な問題になってくると思うんです。憧れるのはいいけれどもね、それで向こう行って喋ってるような格好してるけど何も分かってないっていう人も多いですからね。ですからそういうことがねやっぱり喋ってるくせにちっとも分かってないっていう人も多いから、まああんまり気にしなくていいと思うんですね。こう自分ができないことをね、だから問題はだけども必要性ですよね。必要だとねやっぱり懸命になってやらざるを得ない。で必要だと感じるときはできる限りのその好奇心と意欲っていうものがないというか、で日本語を分かるためには絶対外国語に行って分かんない、理解しないと日本の良さが分からないということもあるんでね。ですからそういうことはまあ必要なことだろうと思う。だけど問題はですね、誰でも同じ能力を持ってるわけじゃないということですよ。まあそれだけのこう、だから大学の先生でいらっしゃるからそういうことを言えるっていうことがあるんでね、そういうことはまああれですけど、こうあとはですね、向こうの言語論理能力、英語っていうのは確かにね一番つまんない英語だね。私はだからフランス語とかイタリア語なんか必ず女性系があるわけ、女性男性がね。でこういうことのこうニュアンスっていうのが文化的なものがある。あんまり理由がなくてもね、女性系のものに必ず女性と男性に分けるとかね、中性に分けるとか、大体ヨーロッパがそういう言語が多いんで、英語だけは一番この味気ない、ね、乾燥したものであって、まあ、そこがまた普遍的な言語になるのかもしれませんけれども、だから英語だけ学ぶ人はね西洋のことを分かってるかどうかって感じがしますね。やはりそこに常に男女の違いっていうものをこうがあるんだとかね。だからまあそのことはまた先生とまた議論できればと思うんですけれども、
まあ、そういう非常にそういう問題っていうのはですから日本語を徹底的にやるっていうことは 大賛成でっていうのはね、外国行った帰国子女はね国語ができないね。それは何かってニュアンスがわからないから。だからやっぱり言葉の例えば和歌の俳句の和歌や俳句のですね言葉のニュアンスっていうのがこう取れない人は国語が悪いですよね、 点が悪い。まあそういうところを本当に留意してやるべきだと思うんですね。